iPhone で外部マイクを使って撮影したら変な雑音が入ってしまって困ってる人いませんか？ノイズの種類もいろいろあって、プツプツだったりとかザーザー、あとカチカチ音。自分の場合はそのカチカチ音っていうのが入ってしまって困ってたんですね。iPhone で外部マイクを使うとき、Bluetooth 対応のマイクじゃないと、iPhone には丸いイヤホンジャックがついてないんで、接続するためには何個もね、アダプターが必要になってややこしいじゃないですか。iPhone 本体のマイクで撮影するとき、自分の声がね、入りづらかったり、周りの雑音が入ってしまって自分の声がぼやけたりしますよね。僕の場合、外部マイクを使って撮影するようにしたんですね。撮影中はわからなかったんですけど、後で動画を確認するとカチカチ音が入ってて、で、何回も撮り直すことになったんですね。せっかくマイクをつけていい音で撮影しようと思ってるのに、カチカチとした雑音が入ってしまっていい動画が撮れたって思っても、それが全部ボツになってしまったらものすごい残念ですよね。その悩みを解決する方法を見つけたので、今回のこの動画で紹介したいと思います。これからね、外部マイクを使って iPhone で撮影しようと思ってる人だったり、僕みたいにね、困ってる人って結構多いんじゃないかなと思って、そういった方たちにね、今回の動画が参考になったら嬉しいなって思います。やっぱりね、iPhone 本体のマイクで撮影するよりも、外部マイクを使って撮影すると、よりね、音が綺麗で、自分の声も聞き取りやすかったり、外で撮影してても変な雑音とかが入りづらかったり、少し離れたところからでも声をちゃんと拾ってくれて、本当いいことづくめですよね。そもそもカチカチとした変なノイズが入ってしまった原因っていうものを少し話したいと思います。僕の場合はロードのビデオマイク GO を使っています。で、 iPhone は iPhone X を使っています。最初にアダプターを購入したのはこの2本を購入しました。まず1本目がロードの純正端子。これは変換に必要なアダプタで、これがないと音が収録できません。2本目がアップルの純正端子。これは単純に差し込み口の形が違うので購入しました。でもね、これだけだとカチカチとしたノイズが入ってしまったんですね。そこで直接マイクを差し込める iPhone 6 で試したところ、カチカチとしたノイズが聞こえなくなって、あ、じゃあマイクには異常がないんだっていうことが分かったんですね。じゃあこのアダプターが原因なのかなと思って調べたんですね。そしたら iPhone の差し込み口はイヤホンとマイクが一体になってる形のもので、それに対してマイクの方にはイヤホン機能がないということで、何かしらの不具合が起きてるっていうことが分かったんですね。二つの機能が一体となっているものと一つの機能だけのもの、それを組み合わせることが良くなかったっていうことだったんですね。そこでこれの登場です。はい、ヘッドセット用変換アダプタケーブル。これを iPhone 側につなげることで、一つになっていたイヤホン機能とマイク機能を二つの配線に分けることができます。これにマイクの端子をマイク用の配線につなげることで不具合が解消されて、カチカチ音がなくなりました。これは、変換アダプタケーブル。これはビッグカメラで600円ぐらいで買いました。これでね、
全てのノイズが解消されるかどうかはわからないですが、今回のね、僕と同じような状況で困っている人がいたら、ぜひ一度試してみてください。せっかくね、1万円ぐらいかけて買ったマイクなのに、ちょっとした雑音、カチカチとかプツプツとか、そういったものだけで新しいカメラを買い替えるとかっていうのはもったいないですよね。600円で解決できるかもしれないので、一度試す価値はあるのかなって思います。概要欄の方にね、このアダプターの、Amazon リンクも貼っておくようにします。では、今回の動画は以上になります。今回の動画が良かったなって思う人は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。